今夜もこんばんは。今夜もリセット2回目の初恋さんのお時間ですよ。ねえ、というわけでですね、今夜もご覧いただきましてマジあざます。いや本当にねえ、いや今夜もね、見てくれた君に言いたい、愛してますよ。いやマジで本当に、もう本当にね、この動画をご覧になってる君がねえ、目の前にいらっしゃったらですね、ねえ本当にこう飴を配りたいぐらいですよハロウィン終わったのに、ねえそんな感じですね。今夜もですね、リセット、2回目の初恋さんというわけでですね、ねえ今夜もですね、浜崎ゆなちゃんのですね、今までをねえリセットというか修正というかねえしていきましょう。いやーでもなんだろうね、この時間をね巻き戻したりとかする感じの作品だと結構ありますよね。なんかこう歴史を勝手にこう変えちゃっていいのかみたいなね、そんな葛藤あるんですけど、この辺の葛藤的なお話がないんですけども OK なのかな。まあでも考えてみればね、別に変わったところで、なんだろうね、変わったところでっていうか、本当にこうね、歴史というか変わっても、その変わった歴史が本来の歴史っぽくなっていきますからね。もうそうなってくると何が本来の歴史か分かんないっていうね、こうねなんかわけわかんなくなっていますね。さあ、そんな感じでですね、今夜もストーリーを進めていきたいんですけども、いやーでもね、下のボタン押してないとこもいっぱいあるんですよ。なのでですね、今日はドレスアップパーティーというとこ押してみますかね。中学校を卒業しないとドレスアップパーティーマジで卒業しないとっていうか、中学校のストーリー言わないと無理なのか。なんかね、中学校ステージがチュートリアル的なとこありますよね。養成劇場を押せるかな。高校ステージ、コーデ対決、レディースタイルが30種類以上ないと対決をさ、あーなるほど、コーデアイテムが30種類以上ないと、コーデ対決はできないというわけなんだね。つまり今できることといったらストーリーしかないいやー早くねチュートリアルを終わらせていかないとって感じなんですかね。確かレベル5になるとできることがさらにね増えた気がしますので、とりあえずはこの中学校ステージを全部オープンすればいいのかな。前回ですね、この3ステージ目をクリアしてですね、今3ステージの A ルートにね入りましたので、とりあえずこのね7番とこの7番から続く、鍵ステージをね進めて埋めていきますか。最後まで頑張る、どういうことだい。今ひそかに下の方に説明書いてあったけど、あれとかね読まなかったね。いきなりサポートって言われても何すればいいの。ついて行って応援すればいいんだよ。ちょっと待って、前回のステージって植物園に行った、なんだろう、デートなのか学校行事なのか分かんないですけども、あれでしたよね。なんで突然こう陸上競技場みたいになってんの。私も走るってこと。無理、オイラの魔法なら一発なんだけどさ、なんとかプリズムパワーを節約しないといけないんだよね。へへへへ、やば、ダメでしょ、なんとかプリズムパワーってなんとかプリズムパワーめい、あの方たち専用よ。だからたびたびね、こうゆなちゃんメタ発言するんだよねいやこの勢いだとあれじゃない、そのうち今日も一日頑張るぞいとかね、それもアイドル活動だねみたいなこと言いかねないっすよ。何度に変わってお仕置きを言っちゃってんじゃないかまるっきりあれじゃないっすか。そのうち2人はなんとかとか言いかねないっすよ。そっちの方がやばいでしょ、もういいから行きなよ、この先の給水所で翔太を待つんだぞ、じゃあな。なるほど、今度はなんか体育大会とか体育祭というか運動会じゃないよね、中学校だのね、体育祭だね。はあはあはあ、ゆな頑張れ、ラストスパートで奴を追い抜くんだ。奴ってどうなっただよ。もう無理、もう走れない。しゃぶるな、呼吸を整えろ、ラストスパートだ。水思い切り飲む、ごくんごくん。いやー最近ね、何が一番美味しいかなと思ってたらね、水が一番美味しいんですよねもうね、仏様かっていうね、そんな感じなんですけども、行くぞ、優勝して幻のなんとか水晶、なんとか水晶って何、なんとか水晶って何、けど幻のなんとか水晶って何だから翔太お前もか、
まったく、せっかく二人きりになれたのに、なんで反省してんだよ。はぁ、喋る余裕なんてあるわけないでしょ。いやー、でも中学校の時ってこんな感じだった気もするな。今思えばこう、もうちょっとね、意識した感じで、こう、なんだろう、会話とかね、していたらよかったかなと思うところもあるんですけども。でもやっぱりこう、なんだろうね、まだ気恥ずかしさが勝ってしまっていた気もしますね。いや、気恥ずかしさ、いや、よく考えたらないな。特になんかこう、意識せずね、こう、普通に話してましたけども。それじゃ意味ないじゃん。翔太にカラフルで運動しやすいハーフパンツと袖出しの服をショップで探してあげなよ。ちょっと待って、ちょっと待って、何着ようかな。ちょっと待って、ダブルでちょっと待って、なんでいつも肌着なんだろうね。いやー、なんかせめてこうデフォルトでシャツとパンツをね、履いててもらってもいいと思うんですけどもね、なんでいつも肌着なの。そしてなんでこう今の流れで着替えることになったんだっけ。それ髪型を変えたことなかったっすね。こんな感じの髪型って結構今男子やってる方多いっすよね。ねえ、トップスノースリーブって言ってましたっけ。あー、そっかそっか、参考コーデ見ますかね。 S ランクリアコーデ、あー、ショップで探してあげようと、そういうこと。あー、これを買いましたってことなんだね。ねえ、なんかこんな感じで、ストーリーで、こう、必要そのアイテムをこう、揃えていってね。ねえ、っていう感じで、まずは進めていくのがいいかもしんないですね。ねえ、コインってそういえば、どこで入手できるんですかね。これクリアしたら入手できてましたっけか。ズボンなんでもいいのかな。これを買う形になりましたね。いやー、なんかバスケットマンみたいになってますね。ズックもクリアコーデ買った方がいいのかな。あー、そっかそっか、 A ランクだったとこもこんな感じで S ランク参考コーデをこう、なんだろうね、揃えていって、クリアする感じにしていこうかなっていう感じなんですかね。とりあえず中学校ステージはそんな感じで進めてまいりますか。 S ランク、 イエー、あれ、これコインもらえてる？あ、ちょっともらえてるね。いくらもらえてんだろう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いくらコインもらえたか見たかったのに。ちょっと待って、今どんぐらいコインもらってたんだろう。どんぐらいもらえるのかな。なんかそれによってこういろいろと、なんだろう、ショップさんでどのぐらいコーデアイテム買うか、買おうかなっていうのは決まってくるんですけども。いやー、ちょっとわかんなかったっすね。ちょっとわかんなかったっすね。もう一回後で見てみますかね。さ、でもこのルートは1本しかないので別に A でも良かった感じもありますけどね。 S ランクだと何だろうね、何か変わんのかな。それでも S ランクじゃないとこの下がこう増えないとかだったりするのかな。そしてさ、あのこの先の会議ステージが男子マーク2個なんですけど、たくみくんと翔太くんのコーデするってこと。いやー、そっかそっか。それ女性の方のコーデをするゲームって、ね、結構多いっすけども、男性のコーデもできるゲームってなかなかないっすよね。そういう意味じゃこう、新しいっすね。新しいっすね。さ、ステージあと何個あるのかな ?1、2、3、4。あと4つ。次回ですね、この8ステージをね、やっていきたいところですね。ですね。今回戻ってまいりました。ねえ、いや、なんだろうね。こう、今までの流れをこう、見てきて、そっからこう、私の、こう、なんだろうね、解釈、私の解釈になるんですけども、なんかその、要所要所の、その思い出になっているところが、そのステージになっていて、ね、だから植物園だったり、さっきのね、あの、体育祭だったりとか、すると思うんですけども、ねえ、なので多分この、突然ね、こう場面が飛んでる感じが、合うと思うんですけども、そこのところをちょっとこう、なんだろう、コーデ着てる服装が変わってたらみたいな、変わってたらこうなってたんじゃないかなみたいなね、感じでこうコーデをする感じになってるんですかね。ちょっと泣いてよくわかんなかった。
あのね、その、さっきの体育祭の体育祭で、体育祭の時に、こう、ジャージじゃなくて、ね、もっと素敵な服装だったら、こう出てくる言葉も変わってたのかな、みたいな。ねえ、そんな感じで、コーデをね、こう、突然ね、変わってるってことなんじゃないですかね。っていう感じでね、私は解釈したんですけども、ねえ、もちろんなんだろう、やりとりの選択肢、ねえ、あの時こう答えていたらとかね、ね、あの時ああ言っていたら、みたいなね、のもあると思うんですけども、ねえ、そんな感じでこう、なんだろう、着ている服から、着ているコーデから、なんだろう、リセット、しているんじゃないかという認識なんですけども、そんな感じなのかな、ね、そんな感じで理解しましたけれども、いやー、多分そんな感じですね。その後、中学校か、あと、何ステージありましたっけ ?4、5ステージぐらいありましたよね。そうなると、中学校って他にどんなイベントあったっけな、体育祭的なものとか、そうか、部活動も一回ありましたね。入った時か。入った時があって、大会とかもあるのかな、コーラス部の大会のステージとかあるんですかね。ねえ、いや、ちょっと気になりますけれども。ねえ、まだまだこう、中学校ステージは、ねえ、チュートリアルと、ねえ、いった感じありますので、ねえ、どしどしね、ストーリーを進めて参りたい所存です。ねえ。さあ、それがしですね。今回もいい感じの時間とっておりますので、ここまでにしたいと思います。ねえ、今日もですね、お楽しみいただけましたか?で、あとはですね、よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントともぜひよろしくお願いいたします。特にですね、コメント等していただきまして、ぜひ私と交流いたしませんか?一緒にですね、このチャンネルを賑やかにして参りませんか?チャンネル登録まだだよという君はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、ぜひですね、チャンネル登録の方もしていただきまして、応援してくださいね。いや、マジ。チャンネル登録よろしくお願いします。マジでですね、この動画をご覧になってる、今、たった今ご覧になってる君のチャンネル登録、マジお待ちしてます。ねえ、本当にですね。目指せ年内に1000人様ということでですね。今11月の半ば、あと1ヶ月半か、いけるかな。目標は持っておりますけれども。本当にですね、よかったらでいいので、登録してみてくださいね。他にもですね、楽しい動画が盛りだくさんありますので、よかったらですね、他の動画でも、お楽しみいただければなと思います。さあ、私はですね、また、次の動画、いやさ、次の夜にまた、お会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。